いや、可愛いじゃん。ヨナシロパイセン髪色明るくなったね。レン君の周りをね、で下からのアングルですよ。ちょっと空いてるシーンから入ってだんだんフルフレームになっていくっていう感じ。やっぱスカイさんかっこよさがにじめ出ちゃうってのが面白い。タイガーとトリガー見てからこれ見るとちょっと困惑しない？J1 って何みたいな、振り幅何みたいな。Hi guys, welcome back to my channel, Konnie です。隣でビデオイターモーションデザイナーしてるクリエイターコニーです。今日はですね、JO1 ニュースマイルの MV がいよいよ出ましたので、こちら分析リアクションしていこうかなと思います。演出とかカメラワークとかメンバーについてコメントいろいろしていきますので、最後までジャムの皆様ついていってくださいということで、 Let's get started。 クールドジ男子から入るんですね。なるほどなるほど。で、歌詞をオンにして OK。いや、かわいいじゃん。ヨナシロパイセン髪色明るくなったね、前よりね。てかアイマスクが動くんだけど、この VFX も雲とかさくらんぼクマさんとかかわいいね。クールドジ男子これもかわいい。謎の生物で上からの広角のアングルですね。やっぱカメラワークいいね、 JO1 の MV ね。ここもじわじわと左から右にパンしていく感じで、ヨナシロパイセンの演技力爆発。マメちゃんやっぱ演技力も高いよね、 JO1。 これ愛嬌ありつつ後ろから前にスイッチングして、で木又さんのショットが超おしゃれだよね。ここの次かな、広角。いやー、ここの広角でかなりよりで撮っていて、決まったさ、人参のペンを持っていらっしゃる可愛すぎかよ。ここもすごいよね、ズームし、まめちゃんのここに白パネルにズームしてって、次のショットしおんくんに切り替わる。いやー、こことかすごいよね。中にカメラ入れてんだよ、ここの中に入れて、紙袋の中に入れて取り出し、フォーチュンクッキーを取り出すっていうショットですけれども、クールドジ男子、いやー、フォーカスがね、だんだんと顔に合っていくっていう感じのショットですね。ここもエモいね。うまいね、この翔星くんにフォーチュンクッキーを渡す、でカメラパンして翔星くんに行く。メイクといい、スタイリングといい、翔星くん大優勝じゃない今回。で、手の寄り、レン君愛嬌、 Why are you crying? 泣きそう、かわいすぎてコンセプトがタイガーとトリガー見てからこれ見るとちょっと困惑しない？ JO1 って何みたいな、振り幅何みたいにならない下からパンしていくよ、スカイ先輩。だーい、なんかかっこよさやっぱ出ちゃうんだよね、スカイパイセンで。やっぱかっこよさが出ちゃう、かわいいコンセプトでもスカイが出ちゃう。あ、これ「ウォンチェット」って書いてある、だからこのモンスターを捕獲しようとしてるんじゃないですかね。そうそうそう、あの「ウォンチェット」、まあこのあれですよ、指名手配出ててみたいな、この生き物を捕まえると報酬が出ますって書いてあるね、リワード。あ、やっぱ後ろにモンスターいるねいやー、圭吾君マジで最近美獣とか、美獣やばいよね。アイシャドウがオレンジっていう、やば。いやー、こんな可愛い JO1 あっていいの？あっていいの？ジャムさん。あっていい？このトランジションも 2D のアニメーションだよ。で、トランジション。だんだんとこう、あの、ケイゴくんが巻き込まれていって、このブルーにね。で、星出てきて、次のショットトランジション。で、レンくんの表情管理。レンくんマジで化けるよね、コンセプト。なんでもいける。で、ここの次のショットのトランジション面白いですね。レン君とルキ君のショットなんですけど、まあ、宝箱を開けるんですけども、開ける前のこの、ちょっと空いてるシーンから入って、だんだん、フルフレームになっていくっていう感じ。このカメラワークもいいね。すごいね。寄っていくんだけど、若干左回りに回っている感じ。よし、まーい。いや、純喜さん、いいね。結婚で本当に素晴らしいなと思ったけど、純喜さんすごいんだよ。
ボーカルもそうだけど、表情管理、美術で、この VFX 最近結構多い。 JYP 系とかでも結構こういう感じのテキスチャーのテイストの VFX 最近流行ってるんですけど、 TWICE さんとか見ると結構こういう感じ多いんですけど、すごいよね、可愛いよね、頭の周り飛んでるんだよ、こういうのが可愛すぎない？ほら、これ全体的に飛んでる、この星とかハートとかがレン君の周りをね、で下からのアングルですよ、レン君顔がちっちゃいからこれだけ映えるんですよ、ってかマジでイケメン、レン君は。やっぱスカイさん、スカイさんかっこよさがにじみ出ちゃうってのが面白いどんだけ可愛い衣装着せて、可愛いコンセプトやってもかっこよさが にじみ出ちゃうスカイさんかっこよさが抜き切らない、そこがいいんだよね。ルキ君大丈夫かね、この前のさ、テレビ番組にさ、出れてなくて、体調不良かなんか、ちょっと心配です。シオンくんも今、確かなんか体調不良出てるよね。ちょっとが、あれだよね、コロナとかもまた来てるから、体調に気をつけてって感じで。いやー、ここの、いや、面白いね。まあ、メインのセット、こういう感じですよね。CG、グリーンバックで撮って、空とか、あの、モンスターとかは CG で、ここら辺の人形とかはほんと実写で、ここら辺もね、セット組んでてって感じで。うん。いや衣装もいいですね。いや個人的にこのケイゴくんの上のオーバーサイズのニットとこのジーンズの合わせ方とか、全体的に JO1 のスタイリングマジでタイガーら辺から大優勝し始めてきてて、歌番組とかでもクールドジ男子、いやクールドジ男子の表情いいで、その次ケイゴくんか、もう誰でもセンターいけちゃう、このグループいいね、表情もう余裕ある、いやスタイリングも良くてさ、茶色とブルーこんな似合う子いるか、普通に。ケイゴくんね、いやケイゴくんもすごい、だから目覚ましテレビだっけこのテーマソング、そうだよね確か、だよね、でここのセットだよね、アラームのセットが入ってるってわけね、うん。いやショットが綺麗、これタイガーと同じ MV のあれかな、 2D のアニメーションが出てくるんだよね、こういうところで、そうフレームで、このトランジションするんだよね。面白いね。こことか。タイガーと制作会社同じかな。やっぱこういうなんか 2D と実写の合わせ方がすごい面白いなと思って。うん。かわいい。ラップも結構ゴリゴリなんだよね。こんなかわいいんだけど。おほほ。すごい VFX じゃない今。上にカメラパンして、フライングハイの、このちょっとバブリーなスカイな感じの星っぽい感じのテキスチャーの指示出てきて、純喜さんもう広角だよね、多分このカートの先に GoPro とかつけて、そうそうそう撮ってるかなって感じしますね。表情いいな、もうここも全部グリーンバックだね、後ろね、すごいね。いやー衣装変わるんだよね、ここでね、ちょっとスーツっぽい感じのフォーマルな感じになる、ちょっとイギリスの紳士っぽい感じのマメちゃんどうですか、ルキ君とか、うわ、ケイゴ君とか、やっぱスタイルみんないいからね、似合うよね。いやーかわいい、やっぱかわいいスマイルとかこう似合っちゃうのすごいよね、タイガーからのトゥリガーからのニュースマイル、ちょっと振り幅やばいな、すごい、やっぱ 2D 出てくるんだよね、この 2D なんです、アニメーションが入ってくるんですね、上にほらこことか、やっぱ同じじゃない、タイガーの制作作ってる方とプロダクションかわいいね、ここら辺やっぱモンスター捕獲作戦なんだね、これは。いやーこれ女性ジャムめっちゃ好きだろうね、こういうかわいいコンセプトね、わあすごい2D をここまでうまくブレンドできないよ普通、かわいいね。いや、こういうテイストの MV 大好き。パジャマ着てるよ、木又さん。マメちゃんもこういうかわいいコンセプトいけるよね。マジですごい。すごいです。こことかも。ここにさ、ちょっとモンスターのスライム乗っかってるのを 2D で入れてくるんだよね。VFX じゃなくて。2D のちょっと漫画っぽい平面なアニメーションで。いや、こことか。
面白さもあっていいね。スカイ君がタコにやられてるって。でこれさ、うまくブレンドしたよね、ここのタコで。スカイ君の演技力ですね、ここすごいよ。やっぱりこの 2D かわいいよ。うわー、フレームホールドしてくるのね。ここまあ一時停止して見せてるんですけども、すごいね、この表現も面白い。でカメラだけ動いているっていう感じ。いや、ボーカルもすごいよ、レン君。ここすごいね。やっぱフレームをホールドしてカメラだけ動かすっていうテク、すごい。美術。いやー、すごくない？てか、普通にすごくない？可愛くない？ここら辺は、VFX で入ってきてて。でも、衣装さ、チェンジしたんだけど、こっちもありだね、この衣装もね。やっぱかっこよさが残っちゃう、スカイさん。いいね。ヨナシロさん。やっぱ綺麗。ボーカル綺麗だよね、ヨナシロさんね。普通に。てか、可愛い系のコンセプトでも表情管理がちゃんと合ってくるっていう。あー、寝てるショットをね、間に入れてくる。豆ちゃん来た。このボケ感最高だよね。タイガーもそうだけど、本当に一人一人のソロのショットがめちゃくちゃ綺麗に撮れてる。すごいハイノートだね。高音きたね、純喜パイセン。すごいすごい。 JO1 ってマジでボーカルすごいんだよね、本当に。純喜さんを筆頭に。あ、で、手榴弾投げるんじゃない？手榴弾投げるよ、純喜さん。うわ、すごい。すごいね、今回。VFX めちゃくちゃ大変だったと思うよ、この CG。すごい綺麗に。ドーナツとかグミとか出てくるんだよ、これ。すごくない？トランジション見てくるんです、皆さん。トランジションが、あれです。手榴弾投げます。いろいろ出てきてます。で、この可愛らしい雲のキャラクターの目でトランジションで次のショットに、でメインのステージに戻す。もう精密。すごい可愛い。いやー、上から降ってきてるんだよね。もうさ、こういうの入れなくてもさ、もうミルクシェイクとか、このアメリカのポップなこのロケーションで撮ってるから、ここまでしなくてもいいのに、もう作り込んでくる JO1 の MV。すごいよ。で、パジャマ着てるんだけど。うわ、いやー、シオンくんいいんじゃない？表情めちゃくちゃいいんじゃない？あんまり見せない。ラッパーだからあんまりこんな可愛い表情見せないけど。いいじゃん。あら。あら。いや、みんな可愛い系もいけちゃうんだ。ちょっと恐ろしいよね、このグループ。振り幅がね。いい意味で恐ろしい。はい、いいね。間に来る与那城パイセンあり。あ、やっぱね、タイガーでもさ、途中でこの、花びらっていうか、これ、お祝いパーティーショット、中盤でタイガーでもあったけど、やっぱこういうの入れてくるよね、スローモーションでね。うまい。緩急つけ方がうまい。こことかやっぱいいよね。セットの組み方もすごい。コンセプトもしっかりしてる。毎回。こことか。なんかこのカーペットとか、後ろのこの布の合わせたセットとか、衣装とか、小道具とか、コーヒーとかもあるんだよ。これオレンジジュースかな。すごいよね、こだわりが。下からのアングル。このなんか超ニュージーンズとかがさ、最近被ってるようなこのニットのハット、かわいい。うさぎのこれ、あのボイプラでケイタが被ってたやつだ。かわいい、小生さん。いや、いいね。ハイファイブ。やっぱ 2D のアニメーション来るよね。いや、すごいよ、これ。だってイラストレーターさんに外注しなきゃいけないし、こういうの書いてもらって、それをさらに動かすっていう。アフターエフェクトで動かすっていう、もうすごい工程を踏んでる MV ですよ、ここ。で、同じなの、シオンくんと小生くんをモチーフにした 2D のアニメーションです。すごくない？ここ。もうすごいです、皆さん。すごい。もうなんかゴリゴリに踊らない JO1 っていう世界観。
結構これは大変だろうね、こう見えて。こういう感じ？こういう感じ？いやー、いや、クールドジダンスよ、マジで表情。表情管理。たくみさん、いや、表情管理よ。ここ、ここよ、ここ、ここ。朝のこの爽やかな日差しを浴びる表情とアイマスク。このセットがめちゃくちゃ可愛いな。北欧っぽい感じ。ちょっとスウェーデン、イケアな感じ。いいですね。で、メンバーが来るのね。あら、可愛い。Hope you enjoy this morning. ということで、まあ、朝を楽しんでくれると嬉しいなっていう感じかな。ニュースマイル。ロゴも結構ポップな感じで。いや、みんな笑顔ですよ。もう、ありだね。タイガーからニュースマイル。振り幅マジでやばいな、JO1 な。どうする？どうする？もうちょっと、次はかっこいい系で来てほしいね。次のカムバはね。これ、韓国の歌番組でも歌うのかな？でも日本の番組テーマソングだから、韓国カムバはないのかな？多分次の曲で結構ゴリゴリなタイガー系の路線コンセプトに戻してほしい。個人的にはタイガーの方がかっこいい系のコンセプト JO1 めっちゃ好きだから、まあ、可愛い系もこれだけ聞きたいのまだマジで驚きだったんですけども、韓国の歌番組にもし出れるなら出てほしいです。ということで皆様、注目はやっぱ安定のカメラワークなんだけど、 2D とやっぱ VFXCG がこう綺麗にブレンドされて合わさっていくっていう、あの今回の MV なんですね。まあ、衣装チェンがあったんだけど、まあ、前半結構この、まあ、本当に Y2K のポップな、まあ、最近の J1 のスタイリストさんが、あ、これはやってくるよなみたいな感じのセットで、あ、セットのスタイリングでしたけども、後になってくると結構フォーマルな感じでね、で面白いんだよね、アニメーションもね。ここら辺ついてて、あれモンスターいてみたいな、まあ、モンスターを捕獲しよう作戦なわけなんですよね。ここら辺とか可愛いよね、テイストがね。うん、すごいなと思います。ここのフリーズしてるようなフレーム、でここの VFX はグミとか雲とかこういうの入ってくるんですよね。ここら辺もテイストめちゃくちゃ可愛いし、もう最先端の VFX だね。すごいビジュアル FX ですね。そうで、手榴弾を投げる。でこのトランチャもすごく綺麗だったね。でメインのセットのカメラワークもすごい素晴らしい感じでよかったね。表情管理がみんなすごい上手いんだよ。可愛い系の楽曲でも全然いけちゃう。だからシオンくんこんな可愛い顔できるの、ちょっと衝撃。いや、ラッパーだから、ラッパーのイメージが頭にすりついてたから。でまあ純喜くん爽やかだね。マメちゃんとかも爽やか。だからみんな爽やかだからできるんだよね。この表情感っていうか、このコンセプト。すごいですわ。ということで、衣装にも注目ですね。このメインのセットの。なんか色の配色とか、このピンクのジーンズに上白とか。で、あれですよね。レン君もこのピンクなんで、若干ピンクの色合い違かったりとか。で、小生君のニット帽だよね。で、このセーター、ルキ君のセーターも可愛い。いやー、でこのなんかチェック入ってきて、翔星くん短パンなので、なんか結構 K-POP だとマンネが短パンを履くっていう感じが多いんですけれどもね。でマメちゃんこういう感じで、ちょっとバスケボール感のある感じの衣装だよね。であれです、茶色を着ているクールドジ男子も最高な感じですね。いや衣装かわいいよ今回。いや本当にスタイリング毎回大優勝。与那城パイセンもちょっとパジャマショットとかも入ってくるんですね。ここのパジャマのシーンとか。で計衣装3回ぐらい、3、4回変えてきてるっていう、まあ、かなりの作り込みです。で今回結構上からの広角のショットとか、下からの広角で撮ったりとかが可愛いなと思いました。うん。最近広角で撮ること結構増えてきてるような感じはする K-POP の MV で。で、最後の終わり方も全員でも笑顔、満開の笑顔で、満面の笑みで終了する。このちょっと北欧風なデザインのカーテンとカーペットと、でもうポップな衣装を着た、もうパジャマ姿の JO1 で、朝を楽しむっていうニュースとスマイルが掛け合わさったニュースマイルということで見ていました。面白いなと思ったらぜひいいねボタンのクリックとチャンネル登録を忘れなくお願いいたします。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで、Goodbye!